ジェイ・ファローはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。日本では、名字がファロアの表記もあるが、読みはファローになる。また、本名自体がファローでもある。1987年、バージニア州、チェサピークに生まれる。地元の高校を卒業した後、同州にあるコミュニティカレッジへ進学し、経営を専攻した。その後、 バージニアコモンウェルス大学へ編入している。6歳の頃からモノマネを、はじめ、15歳で、地元のコメディクラブのステージで、スタンダップコメディを開始。主に黒人の有名人を演じ、第44代アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマをはじめ、コメディアンのエディ・マーフィ、俳優のウィル・スミスやデンゼル・ワシントン。 ラッパーの JZ など幅広いモノマネを披露して動画共有サービスの YouTube を通じながら徐々に人気を得た。さらに2010年にはアメリカ国内の人気バラエティ番組サタデーナイトライブのレギュラーキャストに抜擢。かつてのメンバーでも比較的若い年齢だったにもかかわらず得意のモノマネを通じて一躍人気コメディアンとして認知されるようになった。番組内では コントの中で引き続きモノマネを披露して番組を盛り上げている。コメディアンとしての他にもラッパーの顔も持つ。ありがとうございます。